スープラでめちゃくちゃカスタムしてあるね。 GR のスープラここまでやっちゃおう。90のスープラもうがっつりローダウンで、俺さらにオーバーフェンダーしてあるな。ノーマルをさらに膨らました感じだね。がっつりワイドボディ引っ張りタイヤで、結構リアもキャンバー来てるね。ホイールのリムの深さは半端ないです。これ前のこれバンパー周りのこう造形もすごいね。リップスポイラーからカーナード、これはもう板下じゃなくてもこれすごいよな。これは引っ張り度合いがすごいな。こんだけ被っててでも走れるのかな。多分どっかエアサスのタンクは積んであるんだろうな。うわもう完全にこれ地面ついてるもんな。GR のスープラがなんと地面についてる。クールって書いてあるな。これクールのコンプリートカーっぽいね。クールって書いてあるな。中もこういった感じね。ピラーのところにラッピングね。すごいな、リムこれ。ホイールベルズね。ベルズのホイールね。どかっこいいね。リムも深いしね。これ理想的なホイールだよ、これ。白のこのエアロの造形も半端ないね。ところも地面ついちゃってるもんね。地面につき具合が半端ないね。地面とこんにちはね。マフラーも4本だし、クールだね。クールの4本だし。90のスープラ、GR。クールのコンプリートカーね。まあ、こうやってコンプリートカーが買うの楽でいいけどね。自分でやるよりね。かっこよく決めてくれるもんで。エアサス組んでくれて、まあ、こういった感じでね、がっつりローダウンできて。かっこいいもんね。走るときはニョキニョキちょっと上げればいいもんでね。GR のスープラをここまでやっちゃう。もうサイドとかも地面ついてるもんな。これ髪一本入らんよ、これすごいよ。これは90のスープだ。